こちら浦安情報局、こちらの時間です。6月も中旬を過ぎましたが、後藤さんは6月4日から10日までの間に毎年実施している健康に関する行事を知っていますか？なんでしょう、やっぱり冬に関係したものですか？残念、正解はこちら、ヘルシーライフカムカムフェアです。カムカムフェア、毎年6月4日から10日までの歯と口の健康週間に合わせて健康相談や検診を行っているんです。へえ、そうなんですね。そこで今回は歯とお口の健康についてお伝えしていきます。ヘルシーライフカムカムフェアは、歯科検診や歯磨きレッスンなどを体験し、歯と口の健康について知ってもらおうと行っているイベント。会場では小中学生口腔保健図画ポスター展や新しいケア用品の利用体験、口腔機能を上げる吹き矢の体験など、さまざまなブースが設けられ、多くの人が訪れました。会場で一番人が集まっていたのがこちら、歯科検診と相談のブース。皆さん、歯の健康に関心があるんですね。検診の結果、80歳以上で20本以上の歯がある方には景品が贈られていたんですよ。80歳以上で20本以上の方ですか？はい、8020運動という、80歳になっても自分の歯を20本以上保とうという運動があるんです。おいしく食べて健康で長生きをするために欠くことのできない歯を保とうと、日本歯科医師会と厚生労働省が呼びかけて平成元年から始められた運動です。20本って何か意味があるんですか？調査によると、食事がとてもおいしい、またはおいしいと感じている人は平均でおよそ20本の歯があるということが分かったんです。それで20本なんですね。でも食事がおいしいってことだけですか？歯と口をきちんとケアしていないと、歯周病や虫歯などにより歯を失うことになってしまうんです。歯を失い噛む力が弱まると、栄養を十分に取ることができず、筋力や免疫力が低下し、最悪の場合は寝たきりや要介護になることもあるんです。寝たきりや要介護って大変なことじゃないですか？そうなんです。もし自分の歯が20本以下になってた場合はどうすればいいですか？筋力や免疫力の低下を防ぐには、入れ歯やブリッジなどを使って噛む力を維持していくことが大切だそうです。なるほど、でもできれば自分の歯で過ごしたいな。そのために予防が大切なんです。自分はまだ大丈夫と思っていても、歯周病にかかっている人って多いそうですよ。こちらのボードを使ってチェックしてみましょう。歯茎が赤く腫れ出血することがある、口臭がある、口の中で変な味がする、歯がグラグラする、冷たいものや熱いものを口に入れると歯がしみる、歯茎が下がり歯の根元が露出している、当てはまるものがあればすぐに歯科医師に相談するようにしましょうとのことですが、お父さんはいかがですか？冷たいもので歯がしみるときはありますね。歯周病かどうか一度歯の検診を受けた方がいいですよ。その歯周病なんですが、どんな病気なんですか？そのあたりを浦安市歯科医師会の南雲先生に聞いてきましたよ。はい、歯周病とは、日本人の成人の約 80% がかかっていると言われている国民病です。沈黙の病気とも呼ばれ、自覚症状がないままに進行する感染症です。歯と歯肉の境目、歯肉口、歯肉の溝と言いますけど、そこの清掃が行き届かないでいると細菌が停滞し、歯肉の腫れや出血が見られ、進行すると歯周ポケットと呼ばれる歯と歯肉の境目が深くなり、歯を支える土台の
歯槽骨が溶けて歯が動くようになり、最後は歯を抜かなければいけなくなってしまいます。歯茎だけじゃなくて歯を支える骨が溶けるって大変なことじゃないですか。そうなんです。歯周病を予防するケアを怠ると食事の問題だけでは済まなくなるんです。はい、歯周病は口の中だけではなく全身の健康に深く関わっています。歯周病菌や炎症性物質、歯周ポケットから血管を通り全身に運ばれ、狭心症、心筋梗塞、脳梗塞などを引き起こしたりします。歯周病は以前から糖尿病の合併症の一つと言われてきました。実際歯周病の人はそうでない人に比べて糖尿病にかかっている人が多いという報告があります。さらに最近、歯周病になると糖尿病の症状が悪化するという逆の関係も明らかになってきました。つまり歯周病と糖尿病は相互に影響を及ぼし合っていると考えられるようになってきたのです。歯周病菌が血管内に入り、血管に入った菌は体の抵抗力で死滅しますが、その内毒素は残り、血糖値を下げるホルモンであるインシュリンの働きを悪くしてしまうのです。歯周病の治療で糖尿病も改善することも分かっています。口の中の細菌が唾液や胃液とともに肺に入り、誤嚥性肺炎を発症いたします。高齢者や脳梗塞の後遺症の方で飲み込む力が衰えている方は、気管の中に入りやすく誤嚥性肺炎を発症しやすいと言えます。すごく怖いんですけど、菌に感染していてもしっかりとセルフケアをしていれば大丈夫です。はい、基本はセルフケアです。歯磨きで歯と歯肉の境目の歯垢、プラークですね、を十分に清掃することと、歯と歯の間はデンタルフロスや歯間ブラシで清掃することが重要です。また定期検診で歯石除去やクリーニング、正しい歯磨き法を指導してもらってください。あと食生活や喫煙など生活習慣の見直しも予防になります。お話の中にもありましたが、自分で行うセルフケアと専門家によるケアの両輪で行うことが重要なんです。どんなに丁寧に自分でケアをしていても残ってしまう汚れがあるものです。市では歯周病予防のためのセルフケアや専門ケアのお手伝いを行っています。歯周病から大切な歯を守るため、ぜひ活用してください。古いことわざに口は災いのもとという言葉がありますが、口の健康は全身の健康に影響を及ぼすので、意味は違えど、まさしく口は災いのもとと言えるのではないでしょうか。皆様もこれを機会にご自分の歯と口の健康を見直されてはいかがでしょうか。では続いて、市内で活動する団体を紹介する浦安ナウをご覧いただきます。フラフリお花ポリネシアンダンススタジオイヤオラオタシチトワです。40名弱くらいいらっしゃってます。未就学児の幼稚園の年長さんから今は70代くらいの方まで、年齢層幅広く皆さんで楽しくレッスンしています。ポリネシアンダンススタジオという名前がついていますが、タヒチのダンスとかハワイのダンスとか、あとはハワイの昔から伝わる古典のフラのクラスとか、あとは、ショーダンサーを目指すクラス、そしてニュージーランドマオリの人たちが踊っているようなそういうダンスもレッスンしています。市内にあるいろいろな高齢者のデイサービスさんの施設に慰問に行かせていただいたりとか、あとは駅前のステージなんかで踊らせていただいたり、浦安市の主催のお祭りなどにも積極的に参加させていただいております。フラフィお花ポリネシアンダンススタジオのジェシカ平野先生は、自らもプロのポリネシアンダンサーとして国内国
屋外で活躍されている先生です。お子様だけのレッスンであったり、ママと一緒にお勉強したいなっていう方が、土曜日などにリフレッシュのためにレッスンをされたりとか、あとは小ダンサーを目指すような子たちが、レッスンを受けたりとか、もうその方の、目的に合わせた様々なクラスが月曜日から日曜日まで毎日ございます。少人数制でとてもアットホームで、のびのびとした環境の中で皆さんレッスンに通われています。様々な体験ができ、とてもリフレッシュができ、人生をより豊かにしてくれるフラやダッシュ、皆さん気軽に、お楽しみいただけると思うので、ぜひ体験、見学、随時受け付けておりますので、ぜひいらっしゃってください。フラフリお花では、来年秋の発表会に向けて、一緒に楽しくレッスンする仲間を募集しています。続いては食卓はシェフの味。東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾートの高橋清明シェフによる和食をご紹介します。今回はカマスの棒寿司です。本日は日本料理餃庵の高橋シェフに教えていただきたいと思います。高橋シェフ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、今回はカマスの棒寿司、はい、ということなんですが、はい、どんな材料を使いますか？生食用のカマスですね、酢飯とはすだち、これ有馬山椒って山椒の実を佃煮風に炊いたものですね、はい、昆布ですね、はい、塩、酢、あとは薄口醤油、カマスに塩を当てていきたいと思います、はいはい、少しこう強めに強めに、はい、両面にやっていくわけですね。両面に、はい、はい、これぐらいで、はい、1時間ぐらい置いて酢に10分ほどつけて、はい、今度は昆布締めにしまして、はい、昆布締めにしたものが、こちらになります。はい、ここでちょっと開いてあげて、こうですね、ちょっと身が厚い場合は開いてあげた方がいいということですね、はい、ここに有馬山椒、こちら味付けがしてある山椒ですね。そうですね、はい、ちりめんじゃこの有馬になんていうのは山椒になんていうのは結構まあ有名ですよね。そうですね、はい、こんな感じで、はい、そしたらこれを棒寿司にしていきます。はい、はい、先にこれを乗せてカマスを乗せます。はい、なんか巻いていくコツっていうのはあるんでしょうか？あまり力入れすぎずにこうふわっとこう、はい、力を入れない方がいいですね。入れない方がいいです、はい、ご飯が潰れすぎてしまうと、こう、ね、確かに横をこう締めてあげて、結構丁寧にこう、はい、ここもふわっと優しく押してあげればよろしいです。こんな感じになります。あら、綺麗、はいはい、これを皮目が生のままだと、はい、口に当たりますので、はい、バーナーで炙っていきたいと思います。はい、これですぐ冷蔵庫で冷やします。もう5分もあれば、5分ぐらいで、はい、はい、こちら5分ぐらい冷蔵庫で冷やしまして、はい、ラップにくるむんですか？はい、はい、ラップにくるんだ方が包丁をしやすいと思いますか、切りやすいということでしょうか？切りやすいように、はい、これを包丁していきます。はい、まあ、引くようにね、引くようにこんな感じでちょっと包丁拭きながら、はい、これをこんな感じでくるーんとすればそのまま出てくるわけですね。はい、はい、これを盛り付けていきます。はい、はい、盛り付けます。はい、じゃあ盛り付けに添えるということですかね。間に挟むと、はい、ご飯とご飯がくっつかないんで、はい、ちょっとこうやって間に挟むだけでもとてもおしゃれですね。はい、柱のみょうが、はい、みょうがを添えていきます。じゃあこちらで、はい、カマスの棒寿司の完成です。東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾートの日本料理餃庵では、7月14日に文月の賞味会を開催。ハモ料理をはじめ夏の味覚が楽しめます。
ハモ、まあ、今までさっきまで水槽で泳いでた池のハモですね。身がこう生きてる状態の時に骨切りをしたいと思います。皮1枚を残して包丁していきます。皮は切ってないっていうんですね、はい、小味会でお椀で、ハモのくず打ち梅肉醤油で召し上がるハモの湯引きをお出ししたいと思います。続いては好評の浦安コラボですね。はい、今回はですね、いよいよこの浦安コラボの仕掛け人が登場しますよ。え、どなたですか？はい、答えは VTR こちらです。仕掛け人は浦安ではすっかり恒例になっている浦安バル街の実行委員長羽田大輔さんです。今回の浦安コラボ、今回で3回目になりますが、はい、なぜコラボを考えたんですか？まあ、考えたというよりね、第1回目の三好さんと一緒にゴルフ行ってる時に、はい、なんかこう面白い企画ないって相談されて、はい、まあ、とっさに浮かんだのがこれで、で、まあ、三好さんに言ったらね、あ、ぜひやってみたいということで、まあ、コンカラーベってお店と一緒にね、初めコラボしてみたら、まあ、意外に好評だったん で第2回、第3回とこんな感じで今やってます。まあ、浦安の飲食店結構ぐるぐる回ってるんですけども、はい、まあ、いろいろ食べてて、まあ、食べ飽きた感も多少あってね、まあ、同じ店で、違う店のテイストが入ったら楽しいだろうなということは常に思ってたんですよね。効果っていうのはどうでした？いや、効果っていうのはまだね、具体的にはまあ数字としては分からないんですけども、うん、食べてくださったお客さんたちは美味しいと言ってくれますし、はい、意外な成果というのはね、コラボした飲食店さん同士のコミュニケーションも深くなって、まあ、結構仲良くなったりしてね、はい、まあ、そういった面では、まあ、予想しなかった結果ですごく嬉しいと思ってます。あ、バル街の実行委員長をやられてる、バル街の実行委員長も今年でもう7回目やってるんですけども、はい、まあ、合わせて浦安飲食をね、こう盛り上げていきたいなと、こんなふうに思ってます。じゃあ、このコラボでもそのバル街でも、はい、どんどん盛り上げていきたいということで、はい、はい、ありがとうございます。どうも。それで今回が第3弾、コラボしたのは日の出にある千寿司新浦安店。築地から仕入れている新鮮なネタを使った握りたてのお寿司が食べられる新町でもファンが多いお店です。お相手は東大島のうまいもんどころ淀。一本一本手打ちした串と一品料理のメニューが豊富な隠れ家風の居酒屋、店長のアイデアあふれる料理が評判のお店なんですよね。この2つの店がコラボしようとしたのはなぜなんですか？今回はなぜこのコラボを考えたんですか？僕がですね、淀さんに食事に行った時にとても美味しかったので、一緒に何ができたらなと思って、やらせていただきました。それに対して淀さんは？はい、僕も千寿司さんお邪魔させてもらったことがあるので、ぜひ一緒にやらせてもらえたらなと思って、はい、頑張ろうと思いました。で、今回は一体何を作ろうと思ったんでしょうか？お寿司屋さんと焼き鳥屋さんということですが。淀さんに行った時にですね、そぼろがすごく出ていたので、はい、それを使って僕は何かやりたいなと思いました。コラボするにあたって、まあ、千寿司さんの穴子の爪の方をうちは使わせてもらうことになって、はい、まあ、穴子の爪がすごくしっかりしていたので、それに合う料理を作ろうと思って、はい、考えて。おー、なるほど、はい。そしてどんなものが出来上がったんでしょうか？はい、うちはですね、シンプルに淀さんの、そぼろを酢飯に合わせてそぼろ丼、あとはうちのいつも使っている茶蒸しに、そぼろあんを乗せた茶蒸しです。お、はいはい、うちの方はその穴子の爪を使った和風の味がしっかりついているので、それに合う料理と思って春巻きを考えて、和と洋のコラボみたいな感じで。なるほど。はい、穴子の爪というのは何ですか？穴子を煮ただしですね。煮ただしを、はい、それを詰めていくっていうことで詰めるんです。なるほど。淀春巻き穴子の爪ソースは淀縄さんこだわりの春巻きの下にタレを煮詰めた穴子の爪ソースとマヨネーズが敷いてある一品。淀風そぼろ丼は酢飯の上に淀の特製そぼろと穴子の爪、青ネギと卵、刻み海苔で風味をアップさせたもの。そしてそぼろ茶碗蒸しは風味豊かな千寿司の茶碗蒸しに淀のそぼろあん。
きます。どうぞ。まずは春巻きからいただきます。はい、これはアナゴの爪。はい、そうですね、はい、初めて食べた味です。これはそうでしょうね、はい、マヨネーズと爪を合わせるって僕もちょっと考えつかなかったんで、うん、本当に和風の春巻きという感じがして、はいはい、とっても美味しいです。これどのぐらい煮詰めてるんですか、アナゴというのは。これは最初から入れると6時間ぐらいですね。え、そんなに、はい、100時間も煮詰めた。こと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 、お醤油、みりん、お酒、あとザラメと、はい、を入れて6時間ぐらい。じゃあもうアナゴエキスがたっぷり詰まったなんですね。はい、あ、なんか普通のそぼろ丼とはちょっと違ったさっぱりした、やっぱり酢飯がさっぱりしてますね。そしてあのお酢が効いてるんで、はい、さっぱりしてると思います。お腹いっぱいでも食べれそうな感じがします。そうですね、はい、わー美味しい。これ私これ一番好きです。ありがとうございます。すごい美味しいです。これも全然もう茶碗蒸しというか、なんか本当にあったかくなる湯豆腐みたいな、うん、卵豆腐みたいな。この商品が一番あの2人で合体したり、はい、コラボしたやつなんで。あ、そうなんです、はい、本当に美味しいです、はい、茶碗蒸しは千術さんだけではなく淀さんでも試食させてもらったんですが、2つとも味に特徴があって美味しくて感動ものでした。ぜひ2つのお店で食べていただきたいですね。コラボ商品もどちらのお店も人気ということで。そうですね、今後コラボの可能性とかってありますかね。いや、ぜひまたやりたいです。あれ、もういろんなアイデアがね生まれてくると思うので、はい、今後もよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。後藤さんはいいな、役得で。すみません。あ、じゃあ今度一緒に食べに行きましょうよ。そうですね、そうします。では最後に市内の出来事をご覧ください。6月4日には交通公園ふれあい祭り、これはいろいろな動物のショーや動物と触れ合えるイベントで毎年行っているものです。この日公園はちょっとしたふれあい動物園になりました。ピヨピヨと可愛らしい鳴き声のヒヨコや小さいハムスター、モルモットなどの小動物との触れ合い、みんな優しく抱っこしていました。犬との触れ合い、撫でるのも優しく優しく、自然と笑みがこぼれました。猛禽類の鳥をこんな近くで見ることができるのもこのイベントの特徴です。翼を広げると1メートル以上にもなるのはヒメコンドル。キリッとした眉毛のような耳のような羽が特徴なのはベンガルワシミミズク。人でいうところのイケメンはハリスホーク。黒い瞳と顔のハート模様が特徴のメンフクロウと記念写真も撮れました。その体重はおよそ30キロ。大きなカメはリクガメです。可愛らしい瞳の動物はアルパカ。肌触りはふわふわだそうですよ。この他にもポニーの乗馬体験、ポニーが引く馬車乗り体験などがありました。ふれあい祭りと同時に行われたのが花いっぱい運動。プランターに絵やメッセージを書き込んで花を植えて花でいっぱいにしようと行われている運動です。内田市長も市民に負けじとプランターにメッセージを書き花を植えました。ステージではさまざまな動物ショー。まず登場したのがオットセイのナディアちゃんです。輪投げキャッチの特技を見せてくれました。犬のパフォーマンスはフリスビーキャッチ。障害物を巧みにクリアしたのはミーアキャット。続いて登場したのは鳥たち。カラスはゴミの分別。会場から大きな歓声が上がったのはハリスホークのフライング実演。滑空する姿を間近で見ることができました。大勢の人が見守ったのはミニブタレース。
ミニブタたちに声援を送りました。さまざまな動物たちと触れ合うことができた交通公園ふれあい祭り。会場を訪れた皆さんは満足のいく時間を過ごしていました。6月9日には新浦安駅前広場で無糖化自転車ゼロと自転車無盗難を推進する合同キャンペーン、これは6月10日を無糖化自転車ゼロの日、自転車無盗難の日と定め、自転車に関わる交通事故や自転車盗難を未然に防ごうと浦安市浦安警察署ボランティア団体などが協力して行っている啓発キャンペーンです。この日は浦安市自転車安全利用推進隊と浦安市学生防犯委員会 V5 の皆さんが新浦安駅前を行く人々に自転車の無糖化ゼロと無盗難を呼びかけました。駅前広場のステージでは自転車ルール応援チアキャラバンの登録団体によるダンス、東海大学附属浦安高等学校のダンス同好会と応援委員会や東京学館浦安高等学校チアダンス部キャンディータフがダンスでライトの点灯や二重ロックを PR しました。自転車を利用するときは日が暮れ始めたら早めのライト点灯と自転車を止めるときは二重ロックをして事故や盗難被害を防止するようにしてください。6月11日には総合体育館で少年親善スポーツ大会、これはドッジボールを通じて自分の学校だけでなく他の学校の子どもたちとも親睦を深めるきっかけ作りにしてもらいたいと浦安市青少年相談員連絡協議会が主催しているイベントです。37回目となった今回は200人以上の子どもたちが集まりました。参加登録はチームでも個人でも、まずは14のチームと個人参加のメンバーで構成された1チームで予選を戦います。団体登録したのは学校の友達同士やスポーツクラブの仲間同士で組んだチームなど、学年も4年生から6年生までをミックスしたチームもありました。円陣を組んで気合を入れます。予選を勝ち抜き決勝トーナメントに進めるのは8チーム、どのチームもまずは決勝トーナメント進出を目指して頑張りました。白熱したのは子どもたちだけではありません。お母さんお父さんも応援に熱がこもります。決勝トーナメントに入るとゲームもさらにヒートアップしました。決勝戦は明美小学校のチームと美浜南、美浜北小学校の5年生チーム、ボールを当てればみんなで喜び、当たったらみんなで悔しがる、チーム全員で勝利を目指しました。熱戦をものにしたのは美浜南、美浜北小学校の5年生チーム、優勝の栄冠を手にしました。37回目となった少年親善スポーツ大会、参加した子どもたちは親睦を深めると同時に負ける悔しさ、勝つ喜びなども味わったことでしょう。いかがでしたか。今回のこちら浦安市情報局こちら、次回は内田市長に聞く景観まちづくりフォーラムなどご覧のラインナップでお送りします。今回は歯と口の健康についてお伝えしましたけど、お父さんいかがでしたか。そうですね、歯周病が怖い病気だって分かりました。あと最近は歯ブラシやフロスだけではなくいろいろなケア用品があるじゃないですか。なんかいろいろ使ってみるのも楽しいかなと思いましたね。そうですよね、歯間ブラシとか電動歯ブラシなんかもありますからね。しっかりケアをして歯周病を予防していきましょうね。はい、それでは次回もお楽しみに。じゃん。